はい、こんばんは、すやすやです。MTG アリーナ、アーリーアクセス、イクサラン、何だっけ、なんとかの洞窟、探検やったっけ、失われし洞窟か、イクサラン、失われし洞窟のアーリーアクセス、ストリーマーイベント、やっていきます。ありがとうございます。ということで、まあ、今回やっぱ恐竜じゃねえのっていう、みんな使いたいの。で、恐竜がね、まあ、どうしよっかなと思って、ビードダウン。ミッドレンジかな一応。ミッドレンジ的な感じで。一応1マナクリをね、手に入れたと、恐竜限定のね。で、まあ加速してって、3マナ、4マナとかで、ガンガン攻めていきたいというデッキですかな。はい、マッチングしました。よろしくお願いします。先行4マナあるのでキープ。あー、ただ、あー、まあ2マナクリから動けそうだな。まあ、森奥か。2マナタップで1マナ加えると。一応恐竜宣言しといてもいいかな。いけ、僕の学者。次4マナとか来てくれたら、いいんがのー。恐竜相手も、あ、イツキントゥー、速攻これ殴られるな。はい、通します。恐竜ミラーだ。あ、ないね。しかもこれじゃ火力が足りん。まあ、出すしかないのか？一応後半墓地から恐竜を起こすっていう役割があるけどな。殴るかな。恐竜か。あ、殴っていいっしょ。ああ、ここで恐竜が引けてないので、これが弱いという。まあ、こいつ出たらバニラやけな。どうします？さあ、3マナ。お、出さない。こっちでかいの出せればまくり上げれる可能性あるが。4、5、これさ、バーカ加えれるか。ドラコサウルスから噛みつき。うん、1年後出すも意味ないような。グルールなら結構きついんちゃう？勝利の噛みつきでも4点火力。まあ出すだけ出してみよう。死んだら死んだで。また学者で蘇らせれるし。3マナ構えか。いや、あんまり今出した意味なかったな。メイン2でよかったら。殴ります。瞬速とかないよね、恐竜。か、それか。あ、カロサウルスね。3点ダメージ。3マナ3点ダメージ。で、ドラコサウルス取れるかどうかよ。残った。はい、2ドロー。バグはどう？よし、じゃあまあ、こっちかな。どっちでもいいけど。5マナ、6マナ。これポンポンと出すかな。なんか出るたびなんかあるっけ。これによりやけん、普通に出したら意味ないか。じゃあまあ殴って。紹介するよね。しかもこいつはちゃんと。はい、通ります。まあ、多分 AOE ないっしょ。グルールならそんなに怖くない。これは勝ったんちゃうか？赤緑で返せんだろ、これ。どうだ？ 5 マナ。あ、ドラコサウルス来て。ただ、ただ遅い。はい、こっち、バグはどう？はい、こいつのパワーが上がって、あ、上がらんし、こいつ3か。2マナ加えてもろって、あ、格闘も来たよ。勝った勝った、これはおそらく勝ったよ。パワー分ダメージでしょ？イツキントゥー。これを、5点ダメージ。パワーは変わらんでいいです。これさ、ちょっと待ってよ。7、10、
13。じゃあ勝ちか。これで、あ、でもこれタップするんやん。なんで？あ、これ使えばいい。これで、ほいっと。これで勝ったろ。おそらくリーサル。俺の計算が正しければ、あ、速攻もあるわ。これも速攻あるし。ドカーン。いけー。オッケー。これは綺麗に勝った。ランプからまくり返したな。お願いしまーす。ちょっと反動重いな。554。これは不安だぞ。タップインして、軽いの引いてくれ、頼む。相手もグルール？あ、また、恐竜だ。恐竜が流行っている。今のトレンドは恐竜だ。とりあえず1年後。恐竜。OK。これで、序盤の動きが安定した。3マナ。3マナ66来てくれたら最高なんやけど。こいつがパワー6になって殴れるんやけどな。恐竜3マナ。学者。まだ強くないけど。あ、通貨。これもタップインか。3マナないもんな。とりあえず殴るか。まあブロック戦でしょ。通して。これは早く顔面削っていきたいね。相手マナ加速ができているので。4マナ、5マナやろ、これで。もう来るぞ。あ、イッツキントゥー。格闘は、まあ、これはそんなに痛くない。ここドラコサウルス来たら激ヤバやったね。2点ダメージで、殴られる。4マナ。どっちかな。まあ、格闘で取ってもしょうがないよね。やっぱり、さっきみたいにドラコサウルスで、相手のドラコサウルスを取るっていう動きがいいんじゃねえのっていう。あ、これでパワー5か。はい。まあ、殴ります。一応ライフは有利か？5マナ。来る。では来ない。事故ってます。あー、はいはいはい。で、こっから6マナ。まあ、ドラコ行くしかねえわな。ここで使わんと、マナこれの、なくなるんで。使いまして。さて、殴るか？相手は7、8、9、10、11。リーサルではないな。こっち、これ殴って、まあ、これも殴っていいか。これは顔面ガンガンいっていいでしょ。どんどん。あと5点。さあ、飛行の55が止められなきゃ負けだが。3、4、5、6、7、8マナある相手。ギシャス来る、ギシャス。9マナこれ。9マナ。さあ、何をする？あるか、ハンド。ドラクサウルスを取れるのか？止めねー。あ、なんか変なの来た。6マナ66。ドロー。弱い。勝った。あ、ん？あ、いやいやいや。まだ1マナあるぞ。あ、よかった。危ねー。はい、対戦、お願いします。ここでーす。1-2-2。これはちょっとなんかマナクリが多いな。スローランド。あ、また恐竜？ちょっと待って、恐竜が多すぎるな、今日。まあ、緑で。はい、こっちも恐竜アピールしていく。どっちが最強の恐竜使いか決めようぜ、と。さあ、3マナ。あ、お、ランプしてくるね。ランプ軸か？ちょっとね、ギシャスとか使うランプ軸もな、考えたけど。さあ、土地を探して。お前、森しか出てない。これ出して3マナでしょ？ 3 マナないな。タップインでいっか。いや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 。これ恐竜マナクリやけ。まあ、恐竜で出したらいいんか。これでいいんだ。殴れるけど、まあ、一応殴っとくか。
こっち2、3、4で次5マナ。これから格闘とかもいけるけど。あ、白。ギシャス入っとる？八百長？お？八百長か。なるほど。パワーが？パワー7か。だけん。366やな。366をアタック7にして八百長でっていうデッキか。なるほど。ただ殴れない。赤をそろそろ置いときたいね。3マナ、4マナ。これ出すしかないもんな。格闘するのも、どうだこれ。使っといた方がいいのか。次66。まあ、77までもう一旦あるけど。まあ、66が出てきたら、もうこいつ間に合うもんな。打っとくか。出た後特に何もないっけんな。相手ハンド3枚でしょ。こっち土地が2枚で。な、クリという、ちょっと大事に使わないけんかな。危ねえ、ブロックするかと思ったよ。まだまだ。まだないっすよ。土地7枚ないと。はい、マナクリ来て。66。これでもう追いつかんくなったな。うわぁ、ちょっとしんどいね。土地25枚多いかな。どうしようもないぞ。何もできんぞ。これ出して、殴るでしょ。まあ、22を殴っていいか。学者で取られて、通る。3、4、5、6、7マナ相手。赤土地が来んな。おお、またこれが来た。ドロー。恐竜でドローやけど、1マナしか、1枚しか引けないで。あ、八百長が動き出す。77？ ファードリー？土地を持ってきて。こいつは5マナで変身するが、まだ変身できない。八百長壊したい。まあ、恐竜宣言して。こいつで壊せるな。55がでも、ただ77でも正直蓋されて無理感がある。八百長とで取りに行きます。回復と墓地追は意味ないか。破壊と回復。これ取って。77がちょっと無理だなぁ。いい感じにブロックしてくれてさ、3点ダメージ。5点ダメージ出るんかな、これ。じゃあ、最大1と2のうち、じゃあ3点飛ばせるんか。これ殴って、77受けてくれんかな。あ、受ける。ほいで、これで3点パンチ。で、ついでにこれで、墓地から。あ、これも出せるぞ、恐竜。え、これ、相手の恐竜も出せるんかな？追放されてる中から恐竜唱えてよい。出せるじゃねえかよ、おい。お前の恐竜もらうぜ。相手も同じ動きができるってことか。うわぁ、これ終わったか。ドゥエー、つえー、つえー。あ、負けたな、これ。八百長ランプ軸か。これ負けだろ。おー、4ドロー。あ、ギシャスも動く。56。これ死んだらさ、多分唱えれんよね。でも、通したところで感あるけど、まあ、つか、AO いないけん多分負けだな。5、6。これでも1点か。1枚めくれて。土地でした。
ただまあもう無理、さすがに無理だなこれは。ランプ軸あるのか。さて、ああどうしよっかな、2マナか。まあ一応動けるけど、土地被験カット終わるな。まあ一応やってみる。土地来いよ。お、なんだ ?1 マナ11。探検。探検デッキか。あ、出た、この、作成。あ、来た来た来た。1マナ。まあ、そうだな。これ出していいか。出た時は、切削。恐竜マンホーク海賊吸血鬼で作成と。よくわからん。裏返って77か。2マナ。まあ、これは1年後かな。さて、こいつは変身できるのか、果たして。探検して。こいつ魔法区枠ね。なんかパーティーデッキみたいなさ。あ、なんか今聞いた？ん？ 3 マナ3マナ。まあこれ素出しか弱いけどな。まあ、こいつ出すのもなんとも言えんな。破壊したよね。見えとんやし。タップインでちょっと、いっか。さあ、相手は ?3 マナ切削。なんか、切削とさ、この作成が、噛み合ってないことないか、墓地から追放でもいいんか。確か、ちょっと、これスクロールするけど読みにくいの。墓地から追放でもいいの。4マナ。もうあるんかな。海賊、吸血鬼、恐竜がまだないけど。4マナ4マナ。とりあえずこれ1回出すか。3にどうする？宝物生成。あ、殴っていっかな。はい。交換して1マナと。森サイクリングで恐竜が落ちました。あ、やばい、来る。おっと！来た！ん？にがにが。ごー！あ、そっちに使うんや。まずはジュグダーと。ただ、そうしてしまったことで、オリビア落ちたな。そうしてしまったことで残念無念。まあさすがにだって77出させるわけにはいかんっしょ。攻撃するたびうんぬんあるしな。呪気モッチョンか。まあ、そうっすね。1マナ余って戦ありも出してもしょうがないのか。とりあえず回復で。これとまあ墓地追放もありやな。墓地追放するか。はい、さよなら。ぶっ刺さったな、これ。はい、さよなら。そして、おお、なんだ？生贄に、ツートロ地図トークン。ただ、盤面全然強くない。この辺からそろそろまくり返せるんじゃないか ?6 マナ。ドラコサウルス行くかな？熟られるか？さっき見たけどな、1枚。まあまあまあ。取ってもしょうがない。出た時出た時やし。ドラッコ着地。まあ、これも出すか。もっと取ってもしょうがない。33殴る？まあ、バニラやしな、こいつ出たら。はい、交換して。ハンドでは負けているが、ドラコサウルスが勝利されるかされないか。はい、玉座。で、施策もう一回やり直して。海賊、魔法区。
まあ、やっぱ墓地に4枚4種揃えるってなかなか大変よね。もがく出現。おい、なあんまな。墓地にあるマラソー量分リアに、でも全然あれやったな。盗聴きまして、まあこれも出すか。ちょっと引いたものが弱かったけど、いつ金も出して殴っていきたいよね。もう生き残ったし、ドラッグ一旦生き残ったらもう暴れていくぜと。まあこっちっしょ。はい、速攻で、まあこれも殴っていい。まあ限りなく勝ちやけどな。おお、カロサル来た。でもこいつ出ても何が来る？あ、それ唱える。でもハンコンないし、フル当たり勝ちじゃない？噛み砕き一点足らんのか。出すだけ出しとくかも。噛み砕きも十分で殴って、まあさすがにないっしょ。よし、勝ち。玉座デッキだったら、高校、まあこれでいいでしょう。とりあえず見ておこうか。さも恐竜じゃないですよと顔しつつ緑を置いて、あ、なんだ、白ボロの残響、吸血鬼22落根4、墓地に4枚以上あるなら1日する、1日半根。おお、吸血鬼か。これは1年後からの土頭コンボを決めたいよな、やっぱり。4マナないしね、別に。分派の説教者24摂氏。ちょっと待てよ。これはまあライフが、敵のライフが多かったら11出して、少なかったらドローしてみたいな、そんな感じだろ。アンタップで、恐竜。土頭。そして、ここで、パワーが6になりまして、まあ、ブロック戦だろう。お、するか？さすがにこれ顔面削られるのやばいと。ただトランプルで。今また土頭かな。アマリア、ベナビデス・アギーレ。あ、こいつね、ご法事3点払ってライフを得るたび、探検。4マナない。タップインで、まあ、土頭出して、はい、麻痺カウンター乗らない状態で殴ります。で、まあ、いりません。削っていくぞ、66で。また来たな。さあ、吸血鬼。あ、また来た、こいつ。あ、何もしない。格闘もあるな。母性置いとこうかな。格闘、こいつ誤報で3点。なんかさ、パワー分ダメージやけん、こっちの方がいいんか。したら接し食らわんし、ドカーンでうまい。さあ殴っていきます。これなかなかいいんじゃない。あ、全部通る。あ、勝った。よっしゃ。さ
ということで、恐竜ビートダウンミッドレンジデッキでしたが、いかがだったでしょうか。まあ、そうね、1マナクリはまあ、それは文句なし強いわなっていうところで、これもね、なんか意外といいよね。1マナで2点火力で、なんかショックみたいな。1マナ、2点ダメージとして使える剣。結構いいよね。っていうのと、あとまあそうだな、1年後、光線的な1年後が、3ターン目にパワー6になるよね。こいつか。こいつがうまく、1年後から土頭って繋がれば、パワー6でトランプルで3ターン目に殴れると。これ強いよね。でまあマナクリ、2マナクリは2マナクリで、まあ後半、墓地から自分の恐竜を出せたり出せなかったりだけど、まああんまり強くはないかな、これ。そこそこって感じ。イツキンっていうめっちゃ強いね。2マナ23速攻で殴ってもいいけど、4マナで、自分の恐竜のパワー分ダメージっていうね。さっき摂氏食らわんで取れたりとか。こいついい。アンコモンやけどいいよっていう。地味に伝説っていうね。3マナはそうだな。まあ、こいつか、土頭。まあ、麻痺カウンター乗ったとしても、やっぱ66で殴られるって怖いっちゃ怖いよね、相手からしたら。ただ、なんか、トークンデッキみたいなのと当たった時に、11とかでブロックされたりすると、ちょっと弱いなーっていう。チャンプブロックっていうかな。なんかね、トランプルついてないけん。こっちはね、やっぱトランプルついてるけ強いんやけど、3マナやけどねーっていう感じはちょっとあったなー。11にブロックされるのに弱いと。トークンデッキに弱い。4マナは、巨体の猛禽。こいつね、意外と生き残るんやけど、まあ、どうやろな、これ。ランクマとかで、生き残るんかはちょっとわからんな。2マナインスタント、黒の2マナインスタントとかで、のど首狙いとかでやられて、まあ、4マナ払われて、取られて、で、4マナ4マナで1枚1枚交換で、まあ、トントンかって感じやろ。まあ、あとの、生き残ったとして、次の自分のターンね。次の自分のターンのメインフェーズに2マナ加えるが、これ、戦闘終わった後のメインフェーズには2マナもうこれ残ってないよね。残るって書いてないけん消えるよね。だけどメインフェーズの1でこっちも動かないけんけ、2マナももう使い切ってしまわないけんけ、そこがまあちょっと、やや弱いというか、相手にこうブラフを仕掛けれるのよね、戦闘前に。まだなんかインスタント持ってるぞみたいな、そういうのができないところはあったけど、まあ意外と生き残ったけど、まあどうだろうな、そこそこかなっていう感じ。ドラコサウルス、ティガレックスね。ティガレックス、まあ生き残ったら強いよ、さすがに。まあ毎ターン2ドローみたいな。3-1ついでに出して、まあ宝物で出たりもあるか。生き残るたび2ドローみたいなことやけど、まあ飛行が優秀か。飛行なのもいいし、生き残れば強いけど、で、こいつに除去を打たせないために、まあ、こことかで、こことか、まあ、でっかくしたこいつとか、で、結構こう、ガンガン攻めていくと除去を切らすというね。ライフ削って。っていうのがまあいいのかな。カルノサウルスね、まあ正直、このデッキではいらんかなっていうレベル。まあちょっと面白かったのが、3マナで手札から捨てたら3点飛ばせるっていう。これで捨てて、黒の特目とかでリアにするっていうね。ランプデッキとかで、もう一個ランプ組んで回したりしよったんやけど、そういう動きしたりするのはなんか、恐竜コントロール的な、ランプコントロール的な感じでちょっと面白かったりはしたけど、まあ、発見後でこれとかめくれて、唱えてとかいうのも強いんやけど、マナ払わずに唱えれるよね。5枚めくって。まあ、強いっちゃ強いけど、このデッキだとちょっと重いのか？っていう感じやね。で、あとこれか、ミシュラランド、不穏な尾根。これもまあ意外と、まあ強かったかな。殴るところまではいかんかったけど、邪魔じゃないって感じかな。1マナグリがおるけんさ、1マナ緑アンタップで動きたいのかなと思いきや、やっぱまあ引けない時も全然あるわけで、まあそういう時これタップインで、マナ基盤が安定するか、あと赤緑でね。まあ4マナ3-4で殴ることはなかったな。コントロールが全然おらんかったし。まあ意外と悪くなかったなっていう。そんなところかな。ランプで組んだやつもね、もう一個遊んだりしよったんやけど、やっぱアトラクサがどうしてもちらついてしまってね、アトラクサ出した方がいいんじゃねみたいな。このデカ恐竜出すより。まあでも一回恐竜ランプデッキと当たった時にすげえ相手がいい動きをしてきたけん。まああるっちゃあるんかもしれんな、なんか。
サンマのファートリか。これはまあ正直弱いな、多分。のど首じゃないわ。切り崩しでも取られるし、この5マナで変身しようとした時にインスタントで、なんか除去られたりとかして、こっちの5マナ無駄になって、みたいな。まあ、8マナ無駄にしとるわけよね。ってなったりして、まあ3マナでも土地持ってくるだけやし、手札に土地を持ってくるだけやけな。ちょっと弱いな、やっぱり。変身するとこまでいかんかったな。表が弱すぎて。こいつもまあ、結構ね、恐竜パワー高かったりするけど、こいつとかでさ、4ターン目ぐらいにどんどん出せたりするんやけど、2マナで出せるんか、4ターン目2マナで出せたりとかあるんやけど、まあ、クリーチャー死ぬたび、パワータフネス分のトークンでしょ、まあ、追放には弱いっていうのはあるけど、で、2マナタップでパワー2倍にするっていうね。なんかエルドレインにあったこの似たようなアーティファクトと比べてしまって、ドローもないし、なんかライフ回復もせんしっていうんで、やっぱどうしてもちょっと弱く感じてしまうんやけど、まあどうなんやろな。使えなくはないけど、ちょっと抜いてしまったな、一旦。いまいちかなと思って抜いた感じだな。恐竜ビート、こんな感じですね。皆さん、恐竜デッキ、ビートダウンで組むか、ランプで組むか、どちらにしますか？ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。